どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、スペシャルガシャリバイバルということで、無敗のグール捜査官、有馬貴章、来てますね。こちら、初登場時は、東京グール、実写版東京グールの映画が公開された記念で登場した有馬貴章なんですけど、まあ、その時ね、引かなかったね、なんかね、興味がねえっつって、引かなかったんだけど、正直、まあ、今正直言わせてもらうと、グルカル時代のあれ、ダンザ有馬を、やっと当ててずっと好きで使ってたのにサービスが終了したで、ここで有馬が出てくるかって、それムカついて引かなか意地でも引かなかったんですよ、対抗心みたいので。なんで今回はね、まあこいつまだまだキャラ詳細見るけど、現役で活躍する、アタッカーなんでね、こいつ確かアタッカーだったはず。1.5倍、これ覚醒だね。覚醒すると5ターンの間覚醒になって G の攻撃力2倍にして、スキルゲージ量が2倍になると、スキルパンパン放ちますよということで、覚醒後のスキルが敵前衛、攻撃 1.5 倍の8連ダメージか、まあ、1.5倍、1.5 倍の8連ダメージあって超高火力3ターン麻痺状態にする、ここは確率っていうのがちょっと惜しいところであるな。これ単体でまあ、10連ダメージでも良かったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、あれですね、麻痺。麻痺の迫撃 GS2 倍ですね。これがこいつの特徴ですね、アビリティ。で、まあ、他のアビリティがちょっと残念かなっていうところ。まあ、平凡だよね。なんかこの辺にキラーとかついてくれてたら、まあ、良かったんじゃないかなと、思いますね。まあ、貴重な光アタッカーって言いつつ、光アタッカーはね、RE のアキラとか、ウリエとか、まあ、いろいろいるんでね、まあ、こいつじゃなかったらダメみたいなとこはないとは思うんだけど、まあ、キャラとして持っておこうかなと、まあ、ついに俺もこのインボケでね、このイラストのアニマを使う時が来たのかなと、ずーっと渋ってたけど、使うのが。抵抗があるよね、やっぱ。あんだけ苦労して、ね、当てて、ずっと好きで使ってたからさ。でもまあ、ここで俺の手元に戻しておくべきなのかなと。というわけで確定枠まで引きたいんですが、途中のステップで出てくれれば、まあそこで終わりにしようかなと。あとは促進剤でいいんじゃないかなと思います。で、提供割合見ていきましょう。10連で、ステップに、あ、これ 5% なんだね、ずっと。SSR が出る確率は高いよと。ただ 1% が100分の1だよと。で、ステップ5まで行くと、確定ですね。はい。まあ途中で出ることはないと思うんで、まあ確定枠まで引くことになると思うんですけども、はい、行きましょう。光のね、アタッカー、本当に、あ、でもそうか。あれ、リゼも持ってるっちゃ持ってますね。え、これ待って。こんなことある？あれ？待って。そうか。10連って SR1 枚は確定なんじゃないの？え、マジで言ってる？俺これ初めてやんだけど、こんなの。10連ってさ、SR1 枚確定とかそういうのじゃないの？違うの？お、これ見たことある？これ。これ、SSR 出る確率より低いんじゃないか？ちょっと計算してくれ。これ、SSR 出る確率より低いんじゃない？ SR が1枚も入ってないみたいな。やめてくれ。やめてくれよ、マジ。あ、なにこれ？今回おまけ付きなの。でも人間だよね。なんで共通のやつくれない。共通の素材くれ。共通の素材が足りないな、みんな。さあ、SSR。びっくりしたぞ、マジ、ステップ1。マジでビビった。そんなことある。さあ、出だし、ちょっとつまずいてしまったが、さあ、ここでアニマが出れば、もうさっきのはチャラでいい。頼む。もうテレレレレレレンが聞こえた瞬間だと思うわ。まあ気を取り直していくか。あ、ボックス整理してないからこれやばいかもしれんな。気を取り直していきます。まあ、そういうこともあるだろうとね。ステップ4、まあここで有馬が出てくれれば、まあ今までチャラでね、まあそういうことだろうとね、まあ思ってましたよ。まあ最終ステップで2枚出てくれればね、まあ今までのことはね、もう結局確定枠か。ちょっと高い買い物だと俺は思うよ、これ。
まあでもこの後ね、あのスペシャルガシャリバイバルしてくるってことは、まあ死神が来るかどうかわかんない。死神配生を欲しい人はめちゃくちゃいっぱいいると思う。あと重蔵ね、女装重蔵欲しい人いっぱいいると思う。草アタッカーでも、あーアモンいるしな、まあ、1枚と、まあ、アモンいるからまあまあって感じだけど、重蔵とアモンをごちゃ混ぜにするとあの攻撃力デバフがややこしいことになっちゃうから、まあ草アタッカーとしてね、うん、いい子。なんか有馬の声若かったの今。というわけで、今回は映画記念、まあ、スペシャルガシャっていう名目だけど、まあ俺は映画有馬って呼んでるので、今回は映画有馬、持ってなかったんでね、確定枠まで引いて、しっかりとね自分の手元に舞い戻らさせました。はい、3年前、もう3年、2年ぐらい前かな、 2,3 年前の出来事ですけど、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。